カタロギーコラボ第3弾。現在開発者の寺村さんがトレーニング中ですが、そんな元プロ寺村さんと対決させていただきました。 OK ですか？球が落ちないのが分かりますか？フルカウント。あ、これはこれはね、これはこれはこれは決まらないな。決まらない。今のどうでしょう？ライドぐらいじゃないですか？いや、今差し込まれた。お願いします。すいません、カメラマン、インコースのサインだったから。やられた。逃げる方に逃げる可動域なかったです。逃がないようにシュートしてた。やばいっす、今逃げようと思ったら逃げるとこに来た。すいません。何やるんだよ。インコース要求した。これやってますね。これインコース要求したら見事。キャッチャーのなんかあれですか？いや、お前やりますな。映ってんだ、そこでフラッシュボール行ったな。しらすさあ、あーっ、2回も2回もですよ。自分で次自分で。いでででで2回も来た。2回もやられてます。グラゼル状態、誘導されてます。誘導、いや面白い。これだからすごいな。いい、はい、よし、はい、これやばい。センター秋山かな。際どいっすね、今。じゃあ、回します。よし、お、インコース狙うなよ。キャッチャーと敵だな、これ。おい、踏み込まれる。なんか球速上がってませんか？球速が上がってくる。やられました。やっつけたの。やられました。手元で伸びる。ああ、まあ、これやっぱ。あった、肩甲骨。ああ、そうっすね。カタロギやってました。カタロギやってるんで。すごかったです。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。いや、もうたくさん
カタローギの紹介させてもらったり、そうですね、はい、最後の対決もさせていただいて、はい、いやこちらこそやられましたよ、もうさすがです。はい、はい、まあちょっと肩甲骨ね、肩周りが良くなれば、まあ49歳ですけど、それぐらいは少し投げれるんではないかな。いやー、全然まだまだいけますね、はい、ちょっと軟式野球ぜひね、やってほしいですね、はい、最後、痛かったっす、最後。あ、すいません。2箇所、2箇所2箇所当たってる、あーって、2箇所逃げる方に食い込んでた、まあ、そうなんですよ、シュート回転して、シュートして、うわー、はい、みたいな、すいませんでした。いや、全然もう、はい、気持ちよかったっす。はい、というわけで、はい、今回ですね、寺村さんと対決をさせていただきました、はい、ありがとうございました。まあ、結果的にも僕の負けなんで、ね、まあ、どんどん、もう結構取材とか結構行くので、はい、ここで太麦のピアスも兼ねて、すみませんが、やらせていただくので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい、こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、この動画が良ければチャンネル登録とコメント、高評価よろしくお願いします。そして寺村さんのね、はい、SNS、はい、カタロギーの特集リンクは、動画の概要欄貼っておきますので、はい、チェックよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。肩が変われば野球が変わる。あ、言えましたよ。あれ、さっき野球が変わればって言ってた。さっき間違えちゃった。そうだ、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、あっしゃー、よーい、いけいけいけ、そう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 、視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。